始まってる？うわ、本当だ。こんなに早くコメントをくれるなんて、もしかして待っててくれたのかな？あ、そうだね、忘れてた。やっぱり緊張してるのかも。それじゃあ、はじめまして、スクールアイドルアクアの桜内莉子です。配信を見に来てくれた皆さん、ありがとうございます。アクアのみんながそれぞれする生配信、私はアクアが生まれたこの沼津の紹介をしようと思います。そう、すごくいいところなの。知ってほしいところがいっぱいありすぎて本当に困っちゃった。どこにしようかすごく悩んで、何度も相談して決めた場所はここ、海です。今日の海もとっても綺麗。天気がいいからなおさらね。沼津と言われて海を思い浮かべる人多いんじゃないかな。そのコメント、もしかしてチカちゃん？なんてね。みかんも美味しいよね。私も大好き。海の町である沼津には海水浴場もたくさんあるの。ちかちゃんの家の前も海水浴場なんだよ。まさに同じ目的でアクアメンバー全員で泳ぎに来たことがあるよ。夏合宿って名目でね、ちかちゃんの家に泊めてもらったんだ。いやいやいや、客室じゃないよ。ちかちゃんの家のちかちゃんの部屋に泊めてもらったの。そうなの？ミューズの練習メニューを参考にしたんだけど、全員ヘロヘロになっちゃったんだ。カナンちゃんだけは平気そうだったけど。そうそう、合宿中は海の家のお手伝いもしたんだ。ようちゃんの焼きそば大人気だったんだよ。お願いしたら作ってくれるかもね。あ、もしかして海の家に来てくれたのかな。ご来店ありがとうございました。その2つの料理はね、ご想像にお任せします。